はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました公認会計士税理士の小山と申します。はい、本日はですね2時間ちょっとお時間頂戴しまして、仮想通貨の税金主にですねお話ししたいと思います。ということでちょっと早速始めたいと思います。まずですね、あ、2時間って申し上げたんですけど、途中休憩挟みます。皆さんお手洗いとかもあると思うので、なので1時間1時間ぐらいだと思っていただいて、はい、いいかなと。で早速なんですけど、今日はですね270名ぐらいいらっしゃると聞いてまして、この中でですね5人の方が本当に現実的に近い将来税務調査を受けます。はいはい、これ本当です。で何かというとですね、5名の方です。5名の方は税務調査を受ける可能性があるので、ぜひねそういった時に、しっかりですね税理士をつけているのか、もしくはご自身たちでしっかりですね理論武装してですね税務署と対応できるかどうかっていうのは、今日はですねゴールにお話を聞いてもらえたらなと思ってきました。というのもですね、今日270名って聞いたんですけど、個人で税務調査が入る確率っていうのがですね国税庁が発表してまして、去年の実地調査率っていうのがあるんですけども、それが 2% です。はい、なんで今日は270名いらっしゃってて 2% なんで、5名ちょいですねの方は現実的に本当にリアルな数字でありえますので、ぜひね他人事じゃないと思って、皆さん我が事だと思って聞いてもらえたらなと思います。あともう一つ、さらにそこからです、5名のうちですね、さらに税務署が否認と言って、いやこれ経費じゃないとか、この収益ちょろまかしてるよねっていう確率がですね 80% なんですよ。なので計算できますよね、さすがに5人×80% は4名、ありがとうございます。40って聞こえましたけど大丈夫ですか。4人、4名の方は実際ですね修正をさせられる可能性がぜひあるので、今日はですねしっかり聞いてもらえたらなと思います。そんな感じで今日は税務セミナー始めます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。270名ですもんね、すごいですよね。ちょっとさすがに緊張してます。普段は行っても100名ぐらいなので、で今先ほどねちょっと池田さんとお話してて、もう来月福井と石川と大阪も決まってしまったんで、運命共同体ですね。はい、しっかり最後まで行きたいと思います。でまずですね、簡単に最初自己紹介ですね、誰だとなってると思うので簡単に自己紹介サクサクっとします。で小山明弘と申します。で公認会計士税理士です。1987年大阪生まれなんで現在32歳の年です。32歳の年、はい、若い。あ、そっか、普段そこまで言われないですけど、今日はめちゃめちゃ気持ちがこもってますね。若いですよね、すいません。そうですね、皆さんもしかしたら僕の両親の世代の方もいるかもしれないんで、はい、今日僕スライド作ってくるときに両親にプレゼンするつもりで、ちょっと分かりやすくですね一番気をつけたのがフォントですね、字の大きさ、いつもの倍にしてきました。はい、いつもの倍にしてきたんで、今日は見えやすいと思うんで、ぜひぜひ。で京都のですね同志社大学に、はい、経済学部入学して、無事卒業しましてですね、当時ですね経済学部ということもあって公認会計士の資格をですね大学在学中に目指しまして、無事ですね、はい、大学卒業した年に合格しまして、いわゆるストレートですね、ストレートで合格しまして、ですね、分かりますかね、この有限責任監査法人トーマツってところに入所したんですけども、これがですね、世界ビッグフォーって言われているいわゆる超大手です。だ自動車業界でいうトヨタ、会計業界でいうトーマツみたいな感じなので、めちゃめちゃ大手にいました。はい、これですね、見えますかね。はい、で、4年弱ですね勤務して、大体トーマツといえどもサラリーマン会計士なので、大体上司を見ればですね自分の将来ってすぐ想像できちゃったので、いやこれはちょっと面白くないなと、自分でやりたいってことで、5年前ですね、5年前に大阪のトーマツ事務所から一念発起して東京港区の田町ですね、すぐそこにあるんですけど田町に自分の城を築きました。それが税理士法人小山味方パートナーズっていうところでですね、あ、そうか、これ使えないか今日、はい、税理士法人小山味方パートナーズっていうところで今現在5期目の会社を経営しております。で職員公認会計税理士もいますし、グループでそういった仕事をやってますという会社になります。はい、で事前にね動画見てもらったってことなんですけど、最後自己紹介がてらに、普通の税理士さん会計士さんっていうともうちょっとね年配の方で、威厳がある方が多いんですけど、僕はですねそういうのを、先陣切ってですねできるだけ皆さんの身近にいられるような存在ってことで、メディアに出たりですね、YouTube で発信したりしたり本を出したりっていうのをやってる活動がすごい多いんで、あとですね最後もちょっと番宣というか本の紹介もしたいんですけど、もし本お買い求めになられなかった方は、後でですね
QR コードで Amazon から買えるようにはしますので、後で、はい、お願いします。そんな感じで、まあ、休憩時間とか見つけていただけたら。はい、ということで早速本題入っていきます。大丈夫ですか皆さん、聞こえ、まあ、聞こえますよね、さすがにね。はい、大丈夫ですよね。はい、じゃあ今日はですね、大きく4つお話しします。で、まあ、2つでちょっとお話ししようかなとは思っています。でまず1つ目がなんですけども、今日のテーマが仮想通貨の税金というテーマではあるのですが、そもそもの税金を分かってないとですね、仮想通貨の税金ってもっと難しいんですよ。我々の税理士業界でも仮想通貨の税金をいじる人って肌感覚 10% ぐらいなんですよ。10人1人ぐらいがいじるっていうぐらいなんで、まあ、皆さんからするともっと難しいと思うので、まずは基礎中の基礎ですね、税金のイロハっていうのをちょっと今日は講義してですね、で仮想通貨の前の税金を分かっていただいた上で、次ですね、仮想通貨の税金っていうのを2部で話します。はい、で途中休憩挟んで3番目、3つ目ではその後さらに皆さんに関係する税金ですね。多分人によっては給与をもらいながら仮想通貨をやっている人もいるだろうし、場合によっては年金ですよね、公的年金をいただきながら仮想通貨をやっている方もいると思うんで、皆さんのケースに合わせたようなお話をします。で最後4段目で、対策ですね。まあルールは分かったんだけど、まあ、少しでもねお得に節税とかできないのとかですね、私の場合どうしたらいいのっていう話をして、今日は終わろうかなと。初級編で持ってきましたんで、お付き合いいただけたらなと思います。大丈夫ですか、いきますか。ありがとうございます。大丈夫じゃないですよね、まだ聞いてないですもんね。大丈夫です、すいません。じゃあ早速ですね、一部から、じゃあ税金の基礎の基礎からお話を始めたいと思います。まずですね、これを語らないと始まらないんですけど、皆さんなんで今日来てるかっていうと、もう年の瀬ですよね。年の瀬なんで、意識高い人はもう確定申告の準備を始めてるかと思うんですけど、そもそも確定申告とは何ぞやっていうのをちょっとお話したいなと思います。はい、まず確定申告とは、もうここから分かんないよって方います？何それ儲かるのみたいな、います？分からないですか。ありがとうございます。じゃああなたのためだけにご説明します。確定申告っていうのはですね、皆さん個人の場合は皆さん歴年課税っていうのを覚えてください。歴年課税ちょっと難しいですね。歴年っていうのはですね、1月1日からですね12月31日、これを歴年と言います。で歴年で1年間を計算期間として、プラスとマイナスですね、売上だったり経費だったりを計算して、12ヶ月分計算します。それを翌年です、年度またぐからややこしいんですよね。翌年の、今回で言うと2020年の2月16日から3月15日までに申告って言って税務署に申告書類を持っていくのと、さらに納税、お金を納めるを完了するところまでが確定申告と言います。大丈夫ですよね、復習ですよね。なので、まあ、人によっては3月だとかってあるんですけど、それはあくまで会社が経営されている方の話なので、個人、皆さん個人の場合は1月1日から12月31日の歴年で計算をするっていうのは一つ覚えておいてください。なのでもうあと2ヶ月後ですね、2ヶ月後までには書類をねまとめてプラスとマイナス計算してですね、翌年には税務署に持っていかなきゃいけないので、そろそろ準備しておいていいんじゃないかなと思います。はい、じゃ次、確定申告の方法をお話します。もう簡単に言うと3ステップ、あ3ステップ、今日ちょっとカタカナ禁止にしますね。多分3ステップっていうと、ステップって何ですかっていう質問が来そうなんで、3段階合ってます？間違ったら教えてくださいね。もう横文字禁止にします。今日喋ったらちょっと注意してください。はい、今日は確定申告は3段階。まず1つ目ですね、1つ目はですね、所得って言って皆さんがいただいたお金はですね、いろんな実は性格があるんですね。銀行の預金についた利子、これは利子の所得っていうんで利子所得って言います。あとはですね、給与をもらった時には給与の所得っていうふうにいろんなボックスに分類されるんですけども、実はですねその分類付けがすごい重要でして、なんでかというとですね、所得の性質に応じて国が、あ、この所得は負けといてあげようとかですね、この所得はいやもう税金高く取っても大丈夫だっていうふうに決めてますので、まずこの所得を分類するってところから始めます。で次、所得の分類ができたら、次はですね先ほど言った通り1月1日から12月31日の所得の計算をします。はい、足したり引いたりしていきます。あとは控除とかもありますよね、控除をしたり。で最後ですね、残った所得に対して税額、まあ、皆さんご存知の累進税率ですよね、稼いだら罰金と言われている高くなるやつですね、はい、っていう税額をかけて計算していきます。
ちょっと難しいと思うので一つずつ丁寧に見ていきます。まず所得の分類というのが先ほど言った通りですね、さまざまなボックスに分けるんですけども、日本の所得税法はですね、まあ、無限にボックスを作ると、収集がつかないので、あ、ボックス、10個の箱、作ると慣れないですね、難しいですね、はい、無制限に所得を認めてしまうと収集がつかなくなるので10種類にまず限定してます。でまずですね、皆さんに馴染みがあるのが、はい、銀行に預けてた時の利子ですよね。利子をもらった時っていうのは利子所得、あとはですね、お勤めの場合はアルバイトだったり正社員だったりお給料をもらいます。これを給与所得というボックスに入れてねというルールがあります。次に、晴れて退職しましたと、退職金頂戴しましたとなれば、退職所得というボックスに入れてねとなります。でここら辺はお気づきの方がいると思うんですけど、めちゃめちゃは大丈夫かな、若者言葉なのかな、たくさんの方が日本にいらっしゃるので、実はですね、この人たちが全員年末に確定申告行ってたらですね、税務署爆発します。パンクって言いたかったんですけど爆発しますよね、パンクしちゃうので、どうしてるかっていうと、日本の制度はこうなってます。源泉徴収して代理で会社側から皆さんの税金を納めてくれてるんですよ。これが源泉徴収制度となってます。だから日本人の多くはお勤めなので、皆さん確定申告をしたことがなかったり税金に対する知識がなかったりするんですけども、実はそういう裏側があります。はい、でこういうのが源泉徴収されている所得です。で次に、皆さんもしかしたらですね、年金をいただいている公的年金をいただいている方もいると思うんですけど、公的年金、あとは今回のテーマである仮想通貨ですね。仮想通貨っていうのはですね、はい、これ雑所得というところになります。雑所得、これキーワードなんで雑所得覚えておいてください。で結論だけ言いますと、雑所得というのは定義がですね、他の9種類の所得に分類されない所得を全部入れる、簡単に言うともうゴミ箱みたいな所得の区分なんですね。もうなんか分かんない、性格が分かんない、じゃあもう雑所得入れといてみたいな感じで、まあ、国が決めてますので、ここに行くとですね、結論、雑所得に分類されてしまうと税率が高くなりがちです。税額がですね、なので基本的には雑所得にならないように、皆さん事業所得に区分してもらったりですね、いろいろあるんですけど、まあ、一応今日は現実としてこういうふうになってます。一応、補足します。補足するとですね、公的年金、皆さんの公的年金は当然ですけど、守らなければならない、皆さんからすると生活費なので、これは優遇されてます。雑所得なんですけども、公的年金だけはまた別の計算式が入りまして、税金がすごいお安くなるようになれてますので、今、はい、ちょっと怒りそうになった方は、はい、沈めていただいて大丈夫ですよ。皆さんのお金は、はい、大丈夫なので、公的年金は優遇されてます。ただ仮想通貨は税額がすごい高いです。これはちょっと2部でお話します。戻ります。で一部で丸一で所得の分類を10種類のボックスに入れました。次、それぞれの所得の性質に応じて、基本的にはですね、もう売上引く経費が利益ですよね。利益に対して税額がかかるっていう大きな仕組みは変わらないです。どういうことかっていうとですね、所得計算、所得の計算方法を解説するとですね、まず皆さん入ってくるお金は売上ですよね。売上引く経費、例えばセミナー会場代とか交通費とか、はい、本代とかも経費になります。でこのプラスとマイナスを差し引いたものがこれ所得と言います。これも、重要なワードというか重要な言葉なので覚えておいてください。所得というのは皆さんがイメージする利益のことです。これ税法の世界では皆さんが言う利益を所得と言います。なので人によっては間違えてしまう人がいて、所得というともらってるお金だって勘違いする人がいるんですね。私今年100万稼いだっていうと、それは税法上は売上になるので、はい、で100万稼いでも使うお金ってありますよね。90万じゃ使いましたってなれば、所得、厳密に言うと10万なので100万ではないですっていうのを今日はちょっと知ってほしいなと。で所得まで出せましたよね。出せたら最後税額を求めます。先ほど算出した所得が、はい、これですね。皆さんがよくご存知の累進税率といって、日本の所得税はですね、下は 5% 上は 40%、 皆さんの稼いだ金額に応じて税額が適用されるようになってます。まあ、シンプルに多く稼いだ人から多く税金を取ろうよという制度になっております。はい、で先ほど出した所得、まあ、皆さんが思う利益かける所得税率っていうのがありますよね。 20% とか 55% とかあるんですけど、でかけていきますと、で一応ね、所得税と
住民税って書いてあるので補足しますと、皆さんがかかってくる税金っていうのは所得税と住民税なので、よくある巷の本とかだと所得税ばっかり言ってるんですけど、まあ、僕のスライドだとですね、もう住民税も足したような税率にしておいてます。なので基本的にはこの税率が適用されると思ってください。まあ、上が 55% ですね。で、それかけ、あ、そう、これ使えない、かけた金額が税額になりますと。これを先ほど言った申告納税しに行くと思ってください。先ほど言った通りですね、ちょっとどうしようかな、皆さんよくですね所得税率だけを見がちなんですけども、この下が 5% 上が 45%、 必ず皆さん住民税はおよそ約一律 10% かかるんですね、どこに住んでても。なので基本的には右トータルで考えてもらえた方が、皆さんの手残りキャッシュを読みやすい、手残りのお金を読みやすいと思うので、ぜひね右側のトータルの欄の税率を見てほしいなと。わかります、下が 15% 上が 55% ですね。で、それはじゃあどういうふうな、所得があればその税率が適用されるかっていうのが左の欄ですね。一番下が195万以下です。195万以下、年額の所得ですね、利益ですよ、の方は、トータル 15% の税率でいいよとなってます。で、中段とかちょっと説明すると長くなるので、一番最高は4000万超ですね。超稼いだ場合はどうなるかっていうと、すごいですよ、4000万超稼ぐと所得税 45% で、大体これで終わります。ただ僕の場合は住民税も考えてくれよってことで、一律 10% 足しますってなると、トータル55ですよ。いや、これどういうことかっていうと、午前中は国のために働いて、ちょっとランチみんなと行って事務所戻って、午後もちょっと国のために働いて、そっからやっと自分の手残りなんですよっていうぐらい、すごい所得税率が高くなってるっていうのが日本の現状になります。はい、なので対策しましょうねっていうのが本当の意味での、まあ、節税のお話とかになるんですけど、まあ、一応こういうのが現実としてあります。あとですね、ちょっと補足しとくと、ついてこれるかあれなんですけど、4000万超っていうのがミソでして、どういうことかというと、3900万は 50% です。4001万円から以上稼いだ部分だけが 55% なので、よくある巷の間違いっていうのが、私今年4000万いきそうだと、あ、でも4000万超えると 55% になるから、ちょっとだけセーブして3999万にしようみたいな会話があるんですけど、これはやらなくていいです。そんなことは考えなくていいです。どういうことかというと、所得税は超えた部分だけその税率が適用されるようになってますので、はい、超えちゃったらアウトとかではないので、はい、そこだけはちょっとご認識いただけたらなと。だけです。そうです、上のね、頭出ちゃった部分だけ。だから簡単に言うと、195万以下は 15% がかかってるし、135、330万まではこの 30% がかかってるしみたいな感覚で、その合計が税額なんだよっていうふうに思ってください。はい、まあ、大丈夫ですかね。はい、じゃあちょっと復習します。じゃあどういうふうになるかっていうと、まず皆さんがもらう売上引く経費が所得になりますよっていう話をしたんですが、まず売上が100万円、あ、ごめんなさい、500万か、500万円もらったケース、実際の具体例ですね。500万円もらって経費を100万円使いましたと。はい、簡単ですよね。じゃあ所得はっていうと400です。これが所得税の計算の元となる所得っていう正確な定義になります。はい、じゃあその所得を先ほどの税率表に当てていきます。まあ、400万なんで、まあ、簡単に言うと 30% のゾーンなんですね。はい、かけると分かりますね、税額400万かける 30% で、正解、120万円、これが税金で所得税になります。はい、何とか分かりましたよね。あとはこの具体的な数字が皆さんによって違うだけなので、大きな話は結構簡単です。はい、言葉の定義さえちゃんと掴んどけばですね、税理士いりませんと、そんな感じになるので。あとここでね、まあ、実際皆さんはこういうケースよりもうちょっと稼がれてる方、今回ね WFC さんはちょっとかなり儲かるぞという話も聞いてるので、一部ねもう事前に挨拶した時にちょっとちょろまかそうとしてる人が何人かいると、はい、バレないですよねみたいな、カードみたいな、バレないですよねみたいなこと言われるんですけど、はい、これなんですよ。残念、がっつりバレます。はい、
特になんですけど仮想通貨とかインターネットビジネス、インターネット取引ですかね、売り落ちたものっていうのはですね、あの今国税庁がここ一番取れるぞって躍起になってるんですよ。税金取れる、で、すなわち彼らの評価が上がるので、もうね専門部隊作っちゃいました。何かっていうと電子商取引部門っていうのがだいぶ前からできてたんですけど、彼らがさらに仮想通貨を熟知した部隊をさらに作ってまして、仮想通貨周りは結構今理解されてると思っていただいて大丈夫です。今ね、今の時点で2019年。でさらにもう一個ポイントがありまして、国税庁は特殊能力を一つ持ってまして、何かというと遡れます。はい、何かというと基本的には5年間遡れるんですよ。でさらに悪質だと判定した場合はプラス2年、合計7年間遡れる特殊能力を持っているので、まとめますと2019年ですよね、今プラス7年足すと2026年によし調査行ってみようってなった場合、皆さんの今2019年度の所得もアウトって言えます。どういうことかっていうと、2026年の国税庁、もっと言うと日本、世界の IT スキルとか調査スキルって多分すごいことになってますよね。多分ブロックチェーンの解析なんか多分余裕だと思うんですよ。ってなると、そこまで戦うつもりで逃げてください。もしやられるならね。僕は無理ですよ、とても戦えない、もうそんなすぐバレちゃうんで、っていうふうに肝に銘じていただいてやめようと。でもタフな人がいます。いやちょっと怒られるぐらいだったらすっとぼけよ、すいません、ルーズさ、あまりのルーズさにすいませんっていう人でね、許されるんだったら言っちゃおうと。もう年も年だしボケたことでしょうみたいなあるかもしれないですよ、ごめんなさいね。そうなってもですね、一応今言ったこと以外に刑事罰っていうのがちゃんと用意されてます。刑事罰ですよ、もう牢屋行きですよ、最悪。はい、これがまず大きく3つあってですね、1つ目、これが一番重い罪です。これが脱税罪という罪があります。はい、これもう前科ものになりますからね、前科。はい、何かっていうと確定申告をしてですね、その売上だったり経費を意図的に悪意を持って脱税した場合っていうのが10年以下の懲役または1000万以下の罰金、もしくはその併科です。併科っていうのはどっちもあげますと。はい、っていうのがあるので、最悪のケースはこれです。確定申告をして嘘ついた場合ですね、でしかもそれが重大だった場合、はい、専門用語で仮想隠蔽と言います。仮想、ハロウィンじゃないですよ、ハロウィンじゃないですよ、仮想って言って、仮に装うって書くんですけど、要は嘘つく、お化粧するってことですね、お化粧で。隠蔽わかりますね、ないないしちゃうんですよ、隠しちゃう、嘘の書類出す、はい、っていうのが見つかった場合には基本的にはこうなります。はい、で次、そうなるとそもそも申告書を出さないっていう人が多かったんですよ。実は日本の脱税額で一番多かったのが、さっき言ったように嘘つくよりそもそも出さない、勝負しないっていう人が多かったんですけど、それもですね一応法律ができてまして、故意の無申告って言って、知ってて無申告でしたっていう場合はですね、5年以下の懲役または500万以下の罰金、もしくはその併科となってます。で今回の徳井さんですね、チュートリアルの徳井さんのケースがですね、実は僕はこれなんじゃないかなと思ってたんですけど、実はもう一個あります。故意の無申告じゃなくて本当に、忘れた、分からなかった、無知だった、ごめんなさいっていう場合もですね、実は2011年に法律改正がありまして、昔これは許されてたんですけど、実は単純な無申告でも1年以下の懲役または50万以下の罰金となってますので、はい、一応これでも前科ついてしまいますので、起訴された場合は前科ついてしまいますので、あの逃げ場がなくなったと今日は理解してください。はい、知らんぷりも無理、わざとも無理なんで、もうどうしようもない、出すしかないっていうのは今日はコミットしてほしいなと、コミット、決心してほしいなと思います。出ちゃいますね、カタカナね、すいませんね。はい、じゃあ一個ずつね簡単にさささっといきます。はい、一番重いのが脱税罪、10年1000万もしくはどっちもだよ。はい、あともう一個プラス、これはあくまで刑事罰なので、プラス追徴課税っていうのは当然食らいます。で追徴課税の定義なんですけど、追徴課税っていうと2つからできてます。1つがもともとちょろまかさなくても本来納めておくべき税金のことを本税と言います。本税、当然ですよね、ちょろまかして罰金プラスは当たり前ですけど元からの税金を払うべきですよね、が本税。
でもう一個プラス加算税というのが2個目にかかってきまして、それは何かっていうと簡単なイメージ、遅れたことによる遅延金ですね、はい、だったり嘘をついたことによる罰金っていうのが別途課されますので、あの売買ゲームで税金が膨らんでいきます。でプラス罰金ですからね、罰金プラス刑事罰ってなるともう結構ね大変なことになってしまうので基本的にはやめてください。で次ですね、先ほど言った通り意図的な無申告も5年500万と、先ほど言った通り元々の本税は払ってください、追徴課税は払ってください。で最後ですね、それで皆さんすっとぼける人が多かったんですけど、2011年にですね国税も、ついに、故意の申告書不提出による補税犯という、まあ、またまた難しい法律ができまして、何かというとわざと申告書を出さなかった場合でも、はい、単純な無申告で言います、でも1年と50万の、はい、刑事罰を持ってこれるようになりましたですね。まあ、本来徳井さんのケースはこれなんでしょうけど、まあ、多分いろいろなんか国税と多分裏のやり取りがあったんだなっていうのは言われてます。なんで気をつけてください。まあ、まとめこれもやりましたね。じゃあちょっとねまだ実感わかないと思うんで一つケーススタディ持ってきました。もし皆さんが1億円の脱税を、1億円ですよ税金、してみたいわって思う人いるかもしれないですけど1億円の脱税が7年間ですね、7年後に見つかっちゃった場合どうなるか。まず一つ言った通りですね、もともと納めておくべき税金が1億円だったので丸1本税が1億円ですね、はい、プラス2番目遅れたことによる罰金がですね、だいたい年利で 14% かかるんですよ。もう多分なんかどっかの消費者金融かみたいになるんですけど 14% かかる。しかも恐ろしいのがこれが単年度でかかります。意味わかります？1億かける 14% かける7年です。なんでびっくりするんですけど延滞税っていうんですけどね、そういうのを延滞したことによる税金なんですけど、延滞税だけで1億200万いきます。本税の倍ですよ倍。プラス重加算税って聞いたことあると思うんですけど、はい、ペナルティーと嘘ついたねとっていうことで本税に 40% 最大かかりますってなると4000万ですよね、はい、35% もしくは 40% なんですけど、はい、かかります。合計2億3720万ときついですよねこれ多分。笑うしかないですよね、笑ってたらね本当そうなんですよってなるんで、よくあるのが税金が払えなくてごめんなさいというふうになっちゃうケースがあるんですけど、さらにね最後とどめさせておくとですね、借金って踏み倒せます？まあ、最悪法律使えば自己破産とかできますよね。税金ってどうだと思います？さあ、お税金いいですね。お金の話になったら急に起き出したいいですね。税金はですねこれ踏み倒せないんですよ。法律使っても無理です。一生かけてでも分割でもいいから払ってくれってなります。なんでかっていうと税金って国民の三大義務のうちの一つですよね。勤労、納税、教育ですよね。なので国民の義務なので、もうそういう法律の世界とかじゃないんですよね。なのでこれを一生かけて払ってくださいねとなってしまうので、逃げ得はないのでなんで払っちゃおうぜっていうのが一億円の方がいいですもんね、せっかく払うならね。で一つ安心なのが、本来本税というのは当たり前なんですけども、稼いだ金額以上には絶対税金って計算されないですよね、さっきの計算式だと。なので本税だけちゃんと払っとけば基本的には生活ができるはず。これを脱税とかして2億って倍になるから、2億稼いだうちの2億以上が飛んじゃうよってなるんで、まあ、基本的にはねしっかり確定申告してくださいっていうのが一部です。